ピコムトピックス。この番組は地域のニュースやイベント情報をお届けします。携帯電話やインターネットを活用して災害に備えようと、東区の辺坂学区で防災訓練が行われました。訓練を主催したのは辺坂学区の自主防災会連合会です。災害時の情報伝達手段に携帯電話のショートメールサービスを利用しています。自主防災会連合会の会長から9つの町内会の代表者へ避難を促すメッセージをショートメールで送ります。避難場所の辺坂小学校には地域住民らおよそ250人が集まりました。電話を使うとやっぱり一人頭最低でも1分から2分かかる。60人に一気に連絡しようと思っても120分かかるわけで、だから2分かけて120分よりもショートメールで、一気に2分の間に送れる方がいいかなと。これは辺坂久留米木集会所に設置されている雨量計です。10分間の雨量や雨量指標 R' が表示され、インターネットを通じて誰でも確認することができます。訓練では R' の数値が150を超えるとどこかで災害が起きている可能性があるので注意してほしいと呼びかけられました。久留米木の人はみんな活用してますよ。スマホで見れるようになってて、画面のところにショートカットがついてて、それを押してみんなで気になったら見てるみたいな感じなので、雨量とかも特に気にしたことなかったんで、それで避難できるならぜひ活用したいですね。避難場所の辺坂小学校は災害発生時にチュピコムのエアーランが設置されます。エアーランは対応のエリアであればコンセントにつなげることで無線インターネットを利用することができます。自主防災会のメンバーがスマートフォンを使って情報収集する際、インターネットの通信制速度制限が起こらないようにするためです。辺坂学区は災害対応用に発電機を備えているため、停電時でも携帯電話の充電やエアーランの電源を確保することができます。訓練と同時に開催された防災フェアは、辺坂消防団によるポンプ操法の実演や電気自動車の電源を使ってソーセージを焼くブースなどが設けられました。一番の課題は災害弱者に対してのアプローチをどう今から取り組んでいくか、ほんまにこの雨で動かんにはいけんのかという不信感もできてきていますので、できるだけ早めに動いていただく行動をお願いしたいと思っています。絵と言葉を使い、将来叶えたい夢や叶えるための行動などをイラストにして描く夢描き授業が旭田区の三入東小学校で行われ、児童たちに夢の叶え方や叶えるコツが紹介されました。夢描きを紹介したのは一般社団法人国際漫画教育協会の講師たちです。5、6年生の児童およそ80人が夢描きキャンバスと呼ばれる1枚の紙に夢の設計図を描きました。夢描きキャンバスは今チャレンジしていることやどんな大人になりたいかなど、ワークシートのテーマに沿って順番に描くことで、なりたい自分を見つけたり
夢に向かって取り組む行動目標を見える化させることができます。またイラストや漫画を使うことで誰でも楽しく簡単に実践することができます。普通だったら現在の自分があってこういう夢があるからじゃあどういう計画かというふうに進めるところをいきなりもう10年後夢が叶った状態までイメージを膨らましてもらいます。最後にはどういうふうにやったらこの計画的にできるかというところまでを落とし込むことができて、夢書き授業の前にはイラストトレーニングが行われ全校児童が授業を受けました。イラストトレーニングは感情をイラストで表す授業で、児童たちは丸や三角などの形と線だけで顔の表情が作れることを体験しました。また目や口のカードを使いキャラクターの描き方を学びました。イラストの描き方や顔の表情の作り方を学んだ児童たちは夢描きキャンバスに顔の絵と言葉を埋めました。10年後はどんな大人になっているか、そのためには1年後までに何をしなければいけないかなど具体的な設計図を作り未来への目標としました。未来を想像したらなんか楽しくなる。金持ちになっているところです。無駄遣いをしない。描きながら料理人になりたい気持ちを考えました。諦めないことです。現在の子どもたちに今必要な力として自分を表現する力があると思うんです。学校では音楽を通じて歌声で自分を表現したりとか、運動会でもあるんですが自分の体を使って身体表現をしたり、あるいは作文を使って自分の気持ちを表現したりすることができるんですが、今回はイラストっていうスキルを使って自分の気持ちや将来の夢を表現できるようになってほしいと考えまして、今回イラストと夢描きの研修を本校に導入しました。